はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。というわけで今回はパッケージ動画となります。で、何の動画かと言いますと、メダルガシャね、今現在絶賛開催中の毎日最大110連無料ガシャね、今ガンダムウォーズで最も楽しいイベントとなっているんじゃないでしょうかね。それのね、マル秘情報、耳寄り情報をね、お届けしたいと思います。まあ、ツイッターの方にはもうつぶやいたんですけど、日付が切り替わってすぐにツイートしたんですけど、それのね、動画バージョンというか、より詳しく解説していきたいと思っております。で、このメダルガシャなんですけど、毎日ね、初回ログイン時にメダルが配布されますね。毎日ドドンとね、表示されますよね。僕ね、初日はね、表示されなかったんですよね。普通にプレゼントボックスに入っていた感じで、まあメダル一つだけだったんですけど、そう。ね、毎日ランダムでメダルの個数がね、1から、だから毎日最大110連なので、1から10ってことですよね。その1から10でランダムで配布される感じで、まあ、最も配布されやすいのは1で、最も配布されにくいのは10って感じで。10当たった人いるんですかね。うん、まあ毎日それが楽しみといった。で、まあ、プレゼントボックスに入って、まあ、受け取らなければ、まあ、1週間はメダルは保存できると思うんですけど、で、僕はね、初日、受け取ったんですよ。そう。受け取ったんですけど、引かなかったんですよ。そう。引かなかったら、どうなるのかっていう、検証をね、してみました。はい。一応ね、毎日って書いてあるから、まあ、受け取らなかったら、後日ね、受け取ったタイミングで引けるとは思ったんですけど、受け取ってしまった場合、メダルはどうなるのかっていうのがちょっとね、気になりまして。で、まあ、僕はね、動画的にね、全部まとめて引きたいっていうのがあって、そう、すべてのメダルが溜まってから、ド深夜チャレンジをね、したいっていうのがありまして、うん。ということで、そう、メダルをね、貯めていきたいっていうのがあって、で、まあ、初日はね、間違ってちょっと受け取ってしまって、うん、これどうなるのかなって、これ引かなかったらどうなるんだろうって、うん、思って、まあ、大体の方はね、毎日引いていると思うんですよ。ツイッター連動キャンペーンも開催中で、まあ、個人報酬はないんですけど、その毎日ね、その無料ガシャを引いて、そのスクショをツイートしたら、で、それが600件、合計で600件に到達したら、なんだっけ、超越なかし？超越なかしとなんかがもらえる感じで、まあ、全員で達成しましょうみたいな、そんな企画で、なので、まあ、個人報酬はないので、そう、まあ、みんなにそれは任せようと思いまして、ただ、そのメダルをね、初日受け取ってしまったので、これ日付が変わったら消えるのか消えないのかっていうのをね、ちょっと、まあ、確認しようと思いまして。はい。で、その結果なんですけど、はい、行きましょう。はい、こちら。ね、右下のこのピンクボタン。はい、ポチ。はい、ということでね、日付が変更した後でも、消えません。はい。もし受け取ってしまった場合でも、その日中に引かないといけないメダルではないということが分かりました。ね、1分の1とあるので。そう。僕は2日目はね、メダル2つでした。なので、これからね、ちょっと、そのメダル2つもね、受け取ってみようと思うんですけど、どうなるのか。ね、チャージされるって感じになると思うんですけど、これが1分の1からプラス2で3分の3ってなると思うんですけど、それをね、ちょっと確かめようと思います。はい。なので、もしね、メダルを受け取って、その日に引くことができなかった、まあ、忘れてしまった場合でも、翌日に引き継がれるので、大丈夫です。安心してください。はい。っていう、情報でございます。まあ、結構役に立つんじゃないかなと。まあ、例えばね、例えば、メダルが5個当たったとして、で、5個受け取って、で、5分の5の状態。でも、5分の1だけでもいいんですよ。
その日のねスクショ分だけスクショしてツイートする分だけ引いて、残りの5分の4はまた後日に引くっていうね、そういうあのプレイもできますし、そうそうそう、だからあの引きたいタイミングであの引くことができるね。あ、今日のこの引きは良くないなって思ったらとりあえずあの後日に回すとかね、あ、今日引きがいいなって思ったら一気に引くとかね、そういうあのプレイができると思うので、そういうところで活かしてもらったらなと思います。はい、まあ、あとはね、もし受け取って忘れても大丈夫ですよっていう、そうそうそうね、そうだから、まあうん、これはあの嬉しい仕様ですね。僕はそのよくある1週間毎日11年無料ガシャ、あれをね結構忘れている人なのでまあだから今回みたいな検証もできたんですよ。そう、まあどうせね弾けなくてもいいやってうん、過去にも何度もね弾かなかったことあるし、うん、メダル一つぐらいねもし消えてもまあいいかっていう気持ちで検証しました。そう、まあ結果的にねあの消えなかったんですけど、そうそうそう、そういうこと。はい、ということで、なのでこれからねメダル2個、2日目のメダル2個を受け取ってみます。それでこのね1分の1がどうなるのか見て、いきましょう。それではねプレゼントボックス行ってきます。はい、ということで受け取りました。はい、それではガシャ画面に行ってみたいと思います。さあどうなっているのか。はい、こういう風にね3分の1、あ、そうか、3分の3じゃなくて3分の1ね、はい、うまい具合にチャージされましたのでね、メダル受け取ったらで引かなかったらずっとこの数字がね増えていくっていう、そう、さあ僕は最終日ここの数字いくつになっているんでしょうね8月2日まで受け取れるので、うん、7月21日から8月2日、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、31、1、2、13回受け取れるのか。なのでまあ全てが最低の一つでもまあ110連以上引けますね。だから13、もう13は確定してるで、今日2個なので14は確定しております。はい、まあ目指せ30 目指せ30、40、ね、50、はい、やっていきたいと思いますので、また、8月2日の配布が終わったら、できるタイミングで、ど深夜チャレンジをやっていきたいと思います。はい、ので、今日はね、引きません。はい、ということで、ね、提供割合、グレード後 1% なんですよね。まあまあ、無料ガシャなので、それはいいんですけど、ガンダム。ね、ガンダム、そして、フェネタン。フェネタン入ってるよね。フェネタン、あれ？どこだ？あれ？あれ、フェネックスは？あれ？ちょっと待ってよ。フェネックス入ってない？あれ？どこだ？いや、入って、あ、いたいた。ごめんなさい。いました。コアガンダムの上にフェネックスね。ガンダムフェネックス。狙い撃っていきたいと思います。ね、まとめて引いたら当たるでしょう。ね、そういう気持ちで。ね。結構ね、フェスゲン当ててらっしゃる方、いますよね。羨ましい。まあ僕まだ引いてないので。ね。福くんは入ってないんですね。うん、だから福くんまでの、あ、デスサイズも入っていないのか。3月かな？ 3 月の、3月末の、だから、バンシーと、あとなんだっけ？バンシーと同時に出た機体って何でしたっけ？バンシーと、トランザムライザーリボーンズは3月頭。バンシーと、あ、エイジ3だ。そうだそうだ。バンシーとエイジ3が最も新しいフェス限ですね。
まあ、情報修正を含めるとゴトラタン、あ、試作1号機、この辺か、この辺も当たってほしいですね。ということで8月3日以降にね、ドシンヤチャレンジね、まとめてドシンヤチャレンジやっていきたいと思いますので、またね、その日をお待ちいただけたらなと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン、いや、ジーク110連。